これはイギリスのロンドンとフランスのパリ、ベルギーのブリュッセルを結ぶユーロスター。イギリスとフランスやベルギーのあるヨーロッパ本土を結ぶユーロトンネルができたことで開通した新幹線、ロンドン・パリ間を3時間、ロンドン・ブリュッセル間を3時間11分で結んでいるよ。イギリスからユーロトンネルを抜けて TGV の走る北ヨーロッパ線に入ると、ユーロスターはぐんぐんとスピードを上げて最高速度300キロに到達。広大な田園地帯を駆け抜けるよ。ユーロスターの馬力は F1 レーシングカー12台分もあるんだって。とっても力持ちだね。